れ様です。チャグとミツコです。今回はピラティスを始めたよというお話です。この交差点、メリーマンズとか藩の台所とかがあるホールフーズもあるの、ブブブブブーンホールフーズ、こっからどんどんまっすぐ行ったところにピラティスがあります。こっちのね、左側はね、映画館。ここのね、ドーナツ1回ね、お土産でいただいたの、美味しかった。体にもとっても良さそうなの。ココナッツオイルで揚げてて、もうここ通っただけでも香りがするの、ココナッツオイルの。ということで、どんどん歩いていきましょう。本当にここら辺一体便利だよね。ストラボって言ってね、メディカルセンターもあって、多分救急も受け付けるんだと思うんだよね。すごく和食の林家でしょ。美味しいよね、便利便利。そしてここがアーリー、ここにね、お友達住んでるんだよね。今日本かな。このアーリーのビルの一角っていうのかなに、私と妹がピラティスを始めたクラブピラティスがあります。おー、妹、ギリ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 、急げ急げ。チャグにも私が一人でどこに行ってるかっていうのを見せてあげようと思って一度連れてきました。はい、足。足くっつけて。そもそもなんでピラティスを始めたかっていうと、妹がロスで前にやってて面白いよっていうか誘われて行ったんだけど、本当にね、面白かったです。機械とかね、一応先生が使い方を教えてくれるし、いろんな機械を使うので全然飽きない。あとはね、先生の目があってサボれないの。筋肉ついてるなー、つらーっていう瞬間は何回もあるんですけど、実際にね、自分で50分間運動するって私はね、できないから参加してます。かわいいよね、この壁。めっちゃかわいい。もっとかっこいいの、なんかやっぱかっこいいして。お気に入りはこちらです。こちらでございます。それにここね、11月にオープンしたから、まだね、リフォーマーがピッカピカ、もうブランニューなので、やっていてね、気持ち使ってて気持ちがいいです。今まで4回クラスに出たんだけれども、私はね、リフォーマーのフロー1っていうのが私のレベルみたいなんだけれども、1回ね、カーディオっていうのに出たの。すっごい楽しくって、なんかいっぱいね、そのバネを使ってジャンプするの、すごい気持ちがビヨンビヨンってなってね、すごい気持ちよかったので、それを先生に言われたのは、まだもうちょっと慣れてからまたカーディオ取ってねって言われたので、ワンで慣れて、もうちょっと頑張って筋肉つけて、またカーディオに戻りたいと思います。いつも言われる、先生に前に出てもらってたらバレリーナ
楽しそうですね、みつこさん。楽しいです。よかったですね。はい、ああ、小浦がまとなりだ。これ前の動画でお知らせしたサトウキビ、赤いサトウキビ、小浦のまとなりだ。ね、もうここら辺一帯すごいよね。便利便利。家からね、歩いて10分っていうのもすごい便利。こちらの動画で金髪還暦美女さんがロッククライミング挑戦してたでしょ。ボルダリングね。私もピラティスで筋肉をつけたらロッククライミング挑戦しようかな。ということで本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。